どうも影です今日はですね固定観念を手放すということですね、えー、これは僕もよくその考えるというかその今のこ,れはこういう考えっていうのは固定観念なんじゃないかなとちょっとこう、えー、そのこと柄というかそのことその思いとかいうことをこう検証するというか、えー、思いを巡らすことがありますね。 例えばですねそのお医者さんはこうだとかで商売とはこうだとかほかいろいろありますよねそういう自分の固定観念っていうのがこうあるんですよね。そ,のでそれはね普通 普通にこう生活してると別信じて疑わないといとうか別に当たり前のことやと思ってるんですけどもその固定観念をね手放すというか疑ってみるというかそういうことをすることによってですね可能性が広が広るる状態になとというところですねその嫌なものにはその目を向ける必要はないんですけども例えばその自分の父親はこういう。 人間かなと思って見てても実は違うところがあったりとかそういう発見をするっていうのがですねもう固定観念があってこういうものやという風にして見てるとそういうものに見えてくるっていうところでそういうものというかそういうそういう人間に見えてくるっていうのがあるんでですねそこはねもうちょっとこうフラットにしていった方がいろいろと可能性がこう広がってくるというところですねあと疑ってみるっていうところも大事ですよねその。 えー、僕で言うその空手の稽古とかねこういうのをした時にですね、えー、もう当たり前のように突きをする当たり前のように蹴りを練習するっていうところなんですけどもここにねちょっと疑うというかもうちょっとこう相手にこう、えー、強い衝撃を与えられるようにするためにはどうしたらいいかというところをこう考える時にですねもう、えー 月というのはこういうものやというふうにもう決めつけてるというか別にそこを信じて疑わない状態でただ稽古を重ねるということだけではですねなかなかその可能性を広げるというところまでいかないんですよね。 稽古をちょっと続けてみようかとかそういうことをしていくことによってこう可能性がこう広がるという状態になるというところですね。でこういう可能性を広げるようなねあのあれですねその、えー、新しいことをするというかそういうのって結構大事なんじゃないかなと僕は思ったりしますね。その例えばその同じルートでこう変える っていうのをちょっと違うルートで帰ってみることによってですね自分の固定観念がこう外れるというか、えー、手放す、えー、きっかけになったりすることがあるんですねだから毎日同じような絵まず同じことをこう繰り返すことの大事さっていうのもあるんですけどもそれとは別にですねその新しいことをこうやってみるというかその経験してみるっていうところがですねなんかその えー、自分のこう固まったその固定観念ですね固まった考えであったりとか思考であったりとか癖とかね、えー、そういうものを一旦こうリセッ,リセットまでいかないですけどちょっと新しいものが入ってくることによってねなんかいろいろとそっからこう変化が起こってこう変わってくるという状態になるんですねそっかからまたた、ね、新しい気づきがあったりとかですね。えー 面白いものがあったりとか、えー、そういうことがあるんですね。一旦そのやってみる、そのなんかこう思いついたりとか気になることがあったり、そのやってみるとか動いてみるっていうことですね。で動いてみることによってですね、そこからこうまたその見え方が変わる変わってくることがあるんですね。でそのことによって自分の持っていた固定観念をこう手放すというかその。 また解放させることができるるようになるとで固定観念がこう凝り固まる方がやっぱりねその世界狭い世界にこういる状態になってそれで自分はそれでいいんやというのであればそれでいいんでしょうけど僕の場合だとやっぱりその可能性はどん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 広げたいし、えー、やっぱりその固定観念になってるんじゃないかなと思った時はですねこう手放すようにしてると。 いうこととですね、そのマイナスのイメージをこういろいろ自分でふふ、えー、らますっていうこともしないようにはしてます。そこは事実だけ、えー、真実だけを見るようにするというところですね。どうしてもねその考えてしまったりとかいろいろあるんですけども、えー、その事実とか真実というのは結構シンプルやったりするんでですね、あまりそのややこしく考える必要もないかなというふうに思っております。ということでですね、やっぱりその固定観念をね。 こうどこまで手放せるか、それがね、こう年を重ねていけば重ねるほどその固定観念が固まっていく状態になっていくように思うんでですね、それはね自分のね、えー、行動範囲をこう広げないとそういうことになるんですよね。そのやっぱりその未知の経験をこう経験というかそういう ちちっちゃなことでいいいんですけど新しい発見があるような方向へ持っていくということそれは自分でで持持っってていかなあかんですねで持っていくことによってその固定観念が外れていく状態になる。で外れていくとそのいろんな可能性が見えてくるんでですね。でそれは、えー、自分がそのやりたいことであればそれをやっていくという、えー、流れになっていくかなというふうに思います。ということで今日は固定観念を手放すということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうも ありがとうございます。